そもそも正史では小牧長久手の戦いには黒田官兵衛は関係していなかった。時間素行軍から情報を得てこの合戦に参じているなら何か歴史を変えようとする狙いがあるはずだ。今ここで思い通りにさせるわけにはいかない。へえ、さっきまで混乱していたくせにやけに立ち直りが早いじゃないか。慣れたんだ、いちいち臆している暇はない。結構では天才軍師黒田官兵衛の策、今ここで阻んでみせるとしようか。新たな流れが検知されました。次の地点は岩崎城ですね。演算結果では三河中入り作戦が成功してしまうようです。本来の歴史では岩崎城を攻め落とすのに時間がかかり三河へ向かうのが遅れるのですが、黒田官兵衛の策と時間素行軍の力をして戦況が動いたんだな。はい、岩崎城は瞬時に落ちると分析されています。なお羽柴秀吉の子飼い石田三成の動きも見られるようです。一応警戒を。ああ、羽柴秀吉に義を尽くした智将だね。その中心で戦を進めてしまうかもしれないな。岩崎城の戦いは静止通りに収める。黒田官兵衛、石田三成、双方俺たちが抑えよう。他の者の見せ場まで奪ってしまうかもしれん。俺に構うな。実力は正しく評価してもらおうか。岩崎城の戦いを長引かせる。静止通り羽柴軍にはここで足を止めてもらうぞ。兵を救援してください。兵力が減り城の防衛が不可能となれば調査失敗です。しかし時空の歪みがあちこち、あれを放っておくわけにはいかないか。カメラが来たか。このコマを動かせ。全軍岩崎城へ進軍せよ。羽柴軍の兵が続々と。いや、まずは時空の歪みだ。これで二つだ。皆の者、進軍せよ。岩崎城を落とし、徳川の本拠、三河へ迫る。石田三成、ゾロゾロ兵を連れているのか。まとめて止めてやる。はい、これでまた一つ。数こそ多いな。速やかに済ませようか。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。大したことはないかな。後方支援部隊前、このまま猛攻せよ。羽柴軍の士気が高すぎる。石田三成を止めて奴らの勢いをくじくぞ。準備はできた。邪魔するな。終わらせるか。分かっている。これは一筋縄では行かぬ。好機だな。俺も行く。食らって倒れろ。
終わったな。ふぅ、おい、加えるとしよう。城内に時空の歪みが生じただと。城の徳川兵が危ない。急ぐぞ。ここまで来て不甲斐ない。秀吉様、申し訳ございませぬ。石田三成には秘めてない。これで橋場軍の勢いは抑えられる。速やかに済ませよう。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。時空の歪みは全て不在だな。だがもう少し時間を稼ぐ必要がある。このまま徳川軍を援護してやるか。足場軍を足止めできたな。これで大丈夫だろう。さて、任務完了。本領を発揮しようかな。それにしても嫌な造園だった。希望が見えたと思ったらすぐに潰される。敵の心を折らんという天才軍師の策だろう。あいにく俺たちには効果なしだったけど。修復が進みました。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認してください。そういえば、いや、何でもない。少しはマシになったと思ったらまたか。お前を待っていると城が100は落ちるだろうね。山崎の戦いで見たのは
やはり幻だったのかと思って。あれが何だったのかがわからない。敵の策のうちなら警戒すべきと思ったが。まあね、ただ姿の見えない相手より今は目の前のことに集中すべきだろ。分かってる。ふと頭をかすめただけだ。